どうもです。つくもやよ。1月2日。夜は初夢。昨日見た夢か、今夜見る夢が初夢いうことでな。夢見た？まだ夢見てへん人は今夜夢見られるとね。あと、書き初めやね、今日はね。1年の抱負や目標を定めるいうこと。字の上達を祈願するいう意味もあるんやよ。さて、そんな今日の六曜は戦勝。急ぐが勝ち。午前は吉で午後が凶。時間は昨日へ。樹木を表す陽の木。木の芽がまだ土から顔を出さへん状態を示しとる。十二支は立つ陽の土。草木が和光して伸びていく状態を示しとる。ほんで、この樹冠と十二支からおよ五行を読むと、木穀土、木の根が土を締め付けるいうことで、草穀、物事が順調にいかへん言うけや。あ、あれやね、お正月二日目からそんな急がんでもええよいうふうに受け取れるけど、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第や。ゆるゆると、ええ日になると、ええね。